今日は京橋の蔡さんのアトリエにお邪魔しております。蔡さんはただいま休憩中で誰もこのアトリエにはいないんですけれども、とりあえず雰囲気を見ていただきたい。こちらの人体のデッサンですね。こうしてずっとデッサン、これはもうあの部屋の飾りというか、部屋の引き立て役としてずっとここにあります。こちらは今度展覧会に出す予定の絵だと思います。こちらもそうです。でこの対策、これは今制作中で、ちょっと今度展覧会には出ないと思いますけれども、おばあさんが猫を抱いている、大変大きい対策です。もう来週というか10月8日から金井画廊、このすぐ近く、アトリエからすぐ近くにあるんですけれども、そちらが展覧会でありまして、今も最後の追い込みです。また今度は蔡さんいらっしゃるときに何か出ていただきたいと思います。今日はこれで終わりです。